ですね。花粉がすごくてね。花粉がね、もうダメなんですよ。僕ね、4月ぐらいまでもうダメですね。3月、2月始まりぐらいからちょっとやばくて、もうね、くしゃみが止まんないんですよ、外出ると。まあ、外出たくないんですけどね。タイヤ交換するんですけど、スタッドレスから。で、またね、イエローレターのちょっと補修っていうか、それもやっていくんですけど、まあ、その動画は結構出してるんで、2、3本出してるから、ね、前の動画ちょっと見ていただいてって形で、よろしくお願いします。他のもちょっと見ていただければと思うんですけど。で、今回は、こちらですね。映るかな？映ってるかな？ちょっと、影が。バルっていうのかな？あ、危ねえ。池の上。あぶねえ。池もね、ちょっとね、掃除してやんないといけないんだけど。まあいいや。それは今度は後でということで。で、BAL、バルでいいのかな？で、大橋産業さんっていう。まあ、後でちょっと映ってないので。これ何かっていうと、まあ、クッキーを入れるやつですね。これだいぶ前に買ったんだけど、全然開けてなかった。タイヤ交換の時に、なんかいいやと思ってたんで。まあ一応車には積んであったんですけど、常に、まあ、タイヤパンクしちゃった時とかに。あ、こっちか。それを、今回このバッテリーで、まあどれぐらい、まあ使えるかっていう感じをちょっと検証してみたいと思います。まあ、これ、スポンジ取っといてね、置くのにちょっと、ぐらつかないような感じで、取っといてます。で、これがね、ちょっとね、僕、物をよく見なかったんだけど、オンオフしかないんですよ。だから、オンオフしかないってことは、入れるだけしか多分できないと思うんです。抜くっていう機能がなくて、あ、ダメだ。やっぱマスクしないとダメですね。もう涙もちょっとね、メガネもかけたいぐらいなんだけど、メガネかけるとね、真っ白になっちゃうけど、ちょっと今はつけないですけど。で、出たやつはボタンがついてて、それを押すとこう抜ける、空気圧が抜ける、リリースバルブっていうのかな、そういうのが確かついてるんですよ。それがらしきものがちょっとこれにはついてなくて、簡易的なっていうか、結構ね、軽いんですよね、これね。これコンプレッサー入ってんのってぐらいなんか軽いんですけど、大丈夫かな。まあ、とりあえずやってみますけど、で、コードの長さが、そうだな、3メーターぐらいあるかな。だから車から取り出して使うこともできるし、シガーなんで、普通の AC 電源はついてないです。で、なんかこれなんだろう、ボールとかボールとかそういうやつにもなんか使えるアタッチメントはついてない。自動車のタイヤの方に使うときは、まあ、普通に使えるみたいです。ドリーバレーズ、光がね、うまいがね、なんか曇っちゃってる。タイヤが出てますか。あ、緩めれば抜けるね。今ね、映ってるかわかんないですけど、2気圧かな。2.0 だとちょっとね、足んないんですよ。2.2 か4ぐらいの範囲ぐらいで入れてるんですけど、じゃあこれちょっと入れてみます。
正直でコンプレッサーうるさいじゃないですか。だからまあどれぐらい音するかなと思ったんだけど、まあ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 の音でしたということですね。でまあ今はね、いわゆる 2.0 から2.3 まで入れたんですけど、だいたい10秒ぐらいでしたかね。ズームの音撮ってたから、もしかしたら僕の顔しか映ってなかったかもしれない。一応これで今 2.1 ぐらい入ってるかな。スタンドの方が圧が結構コンプレッサーが強いじゃないですか。コンプレッサーっていうかあれは何だろう、圧縮空気みたいな感じ、あのタンクのやつ、あれだと結構一瞬で入っちゃうから、2.4 ぐらい、まあ大体入れてるかな。あのアスリートさんで言われた時はこの 185R14 で 2.2 でいいかなって言われたんですよ。え、そんな低いんですかっていや、多分そのタイヤのなんていうの合成とかそういうなんかね、よくわからないけど、それを考えた時に 2.2 でいいんじゃないかっていうふうに言われたこと、高めにしてる感じですね。あの高速とかたまに走る、直径走るじゃないですか。だからちょっと多めに入れてる感じです。まあいいか悪いか別として、はい、ちょっと抜けないけどね。はげちゃってるっていうのかな。ちゃうと、あの遠赤とかでこすっちゃうと完全にポロッと落ちちゃうんですけど、そうじゃなければ、あの大雨の時以外は結構長持ちしますね。あのポスカとか、あとなんだポスティラ、100均のやつも十分使えます。でこのタイヤがね、4年前に買ったやつなんですけど、0818って書いてあるから、多分18年の8期目結構わかんないんだけど、結構ねまだ全然溝あるんですよ。でまあこんなに変な感じもないし、同じキロ数走ってる普通の 145R12 かのタイヤで同じ距離走ってたら、多分もう結構溝なくなってると思うんですよね。っていうのはそう考えると、高いタイヤ買っても長持ちするから、まあトントンなのかなっていう感じもしますね、正直ね。まあどうかな、ちょっとでも高いかな、やっぱちょっとね、今ねどれぐらいのワット数を使ってるかっていうのを見てみます。92とか3ぐらいのワット数だったと思うんですけど、まあ、そんなにっていうか、まあそれぐらいだったら普通に余裕に使える感じですね。これで、まあ、4本入りましたと。であとは塗っていくだけなんですけどね。で見ての通り 100% 4本使っても 100% だから、相当これも持つなって感じしますよね。なかなか重宝してるな。ということで、簡単に説明というか試してみたんですけど、こちらね、さっきも見ましたけど DAL さん、大橋産業さんかなの商品。これね、トルクレンチも僕この会社で買ってるんですよ。だからこれしたってなんだけど。ということで、まあ、今回は、2点、まあ、どっちも使えるって感じで紹介しました。マスクしたものですいません。